どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。え本日はですね、えー、マリオットボンボイのポイントから、ブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうマイレージサービスに、えー、こポイントを交換すると、35%増量キャンペーンっていうのが始まりましたので、紹介していきたいと思います。で、今ですね、えー このマリオットボンボイのポイント交換の増量キャンペーンは、えーえー、今日紹介するのはブリティッシュアウェイズの ABIOS っていう、えー、マイレージサービスで今ね現役でやってるキャンペーンとして、えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスに、えー、ポイントを交換すると30%増量っていうのはねキャンペーンでやっておりますんでまあちょっとね 悩みどころですよね。どっちでと、どっちに使うかみたいなね、もあると思うんですけども、まああの、このマリオットボンブイのポイントは、この SPG アメックスをね、こちらのクレジットカードで貯まるポイントということで、まあ私のね、チャンネルでも結構紹介させていただいてたり、まあこちらのホテルのね、レビューとかもこの動画で、ね、このチャンネルでね、紹介していたりしておりまして、まあ今回ね、このキャンペーンも一緒に紹介していきたいなと思う。 思っておりますで、えー、まず期間ですね、えー、2019年の10月28日から12月の2日までのキャンペーンとなっておりますで今回のこの、えー、マリオットボンボイっホテルのポイントですよねでこれを、えー、ブリッジェアウェイズのアビオスに交換するわけですけどホテルの、ね、ポイントを、えー、交換するキャンペーンとなっておりましてマリオットボンボイのね だけのキャンペーンではなく、マリオットとか、インターコンチネンタルグループの IHG とか、あとはシャングリラとかね、そういうポテホテルのポイントサイト、あポイントサイ,ト,じゃないポイントも対象となっておりますんで、もしね、マリオットボンボ以外の、ね、ポイントを持たれている方は、まあ、そちらでもね、今回のこの増量キャンペーンは乗れますんで、まあ、一応概要欄に URL ね、載せておきますんで、一応確認していただけたらなと思います。注意事項をね、先行きたいと思うんですけども、 え、このポイントには、えー、ポイント増量キャンペーンにはですね、最低ポイントっていう、まあ、移行ポイントに対しての最低ポイントがね、えー、設定されておりますんで、マリオットボンボイの場合、9000ポイントは最低でも交換してください。そうしないと、まあ、あの、今回のこの35%にね、 あのキャンンペーン乗れなくなくっちゃいますんであのもったいないですので絶対9000円ポイント以上を、えー、マリット・ボンボイからアビオスにね交換するようにしてくださいでね実際に、えー、このポイント交換を行ってポイント交換が完了するのは、まあ、4週間後から6週間後ということで、まあ、1ヶ月からまあ1ヶ月半ぐらいの,あの期間がねかかりますんであのすぐにねポイント交換完了されませんのでその点は注意してくださいね ポイント交換はね、基本的にそうだと思うんですけども、後から取り消しとかね、絶対できないので、それだけ、あのー、間違えないようにしてくださいね。えー、今回の、えー、35%増量ということで、まあ、もともとね、この s p g アメックスで貯まる、えー、マリオットボンボイのポイントなんですけども、まあ、6万ポイントを、えー、航空会社のマイレージサービスすると、まあ、本来、えー、1ポイント、3ポイント1円。 の計算なんですね。マリオットボンボイのポイント。ですので、本来は6万ポイントを交換すると、まあ2万マイルになるっていうものが普通なんですよね。まあ普通のレートってなんですけども、まあこのマリオットボンボイっていうのは、まあ独自のね、 あの増量をやってましてえー、6万ポイント一度に交換するとまあ、2万マイルになるところがまあ、2万5千マイルになるっていうのが、このマリオットボンボイのまあ特徴まあ、強みでもあるんですよね？まあ、還元率が1.2。5%って言われている所以でもありますえー、今回のこの35%増量をかそれに掛け合わせるとですね。本来6万ポイントを交換すると。 えー、2万5千マイルになるところがですね、さらに、えー、8750マイルのボーナスマイルがこの35%でつきますんで、えー、合計3万3000と750マイルになるんですよね。6万ポイントを交換することによって。これってやっぱすごいですよね。本来2万5千マイルになるところが3万3750マイル。8750マイル。 が、えー、ボーナスとして入るってやっぱすすごいですよね今回ね、あの、このポイント増量キャンペーンで、もしね、ブリティッシュアウェイズのアビオスでね、結構使ってるっていう方はね、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。それではですね、ブリティッシュアウェイズのこのマイルであるアビオスの使い方をね、簡単に紹介していきたいと思うんですけども、まずね、ANA マイルとかね、JAL マイルの場合、まあ、基本的に発見は、まあ、家族の方しかできないですよね。ま、ああの、 親族の方限定となっておりまして、えっ、ー、と、ブリッジシアウェイズの場合はそういう制限がありません。ですので、まあ、誰にでもね、発行、発見できる、まあ、利用できるということで、まあ、お友達と一緒に旅行行こうみたいな感じで利用することもできます。で、マイルの有効期限、アビオスのマイルの有効期限は、えー、一応3年となっているんですけども、まあ、あの、マリオットボンボイとかもそうなんですけども、えー、ポイントがね、上限加減、まあ、減ったり増えたりすると、えー、なんだっけ、 <laughs> 増えたり増えたりすると、有効期が常に延長されていくので、まあ実質無制限みたいな感じですね。で、特典航空券の除外日、アビオスにはありません。もちろんね、アビオスでウェブで発見できますんで、でそのウェブで発見できるのは3日前まで発見可能っていう感じになっておりますね。で、24時間前まで、3日間を切って、もう2日、1日前とかだと電話で発見する形と。 なります。で、このブリティッシュアイウェイズの、このアビオスのマイルなんですけども、2019年に、2019年何月だったかな ?6 月ぐらいに私がまだ利用した時は、良かったんですよね。うん。まあ、あの、その当時はですね、まあその当時が、まあ6月ぐらいまでは、必要マイル数っていうのが少なかったんですよね。このアビオスの国内特典航空券の JAL。 の特典航空券の発見。意味わかんないですね。えっ、ー、と、アビオスはですね、ワンワールドっていうアライアンスに加盟していて、JAL、ま、と同じグループなんですよね。ですんで、アビオスを使って JAL の特典航空券が発見できるんですよね。しかも、えー、その当時、ま、2019年6月ぐらいまでは、私が利用したルートだと、東京、函館、ま、本来ね、7500マイルぐらいの、えー、片道ね、する、えー 場所がですね、アビオスだと、片道4500マイルでね、発見できたっていうのが、ま、あこの、アビオスのね、すごい強みだったんですけども、まあ、6月か7月ぐらいね、ちょっと解約がありまして、今はその7500マイル期間、区間、NA とかだと7500マイル区間のところは、ま、6000マイルで、ま、利用できて、まあ、ちょっと1500マイルっていう感じで、まあ、ちょっとね、 お得度は減ってしまったんですけども、利用できるっていう感じなんですよね。まあ、ここでねまあ、ピンときた方もいるかと思うんです。けどもまあ、先日出したえ、ユナイテッド航空のマイレージプラスだと。まあ5000マイルでね。今現在も利用できちゃいますんで。まあ、あの国内の。 えー、このアビオスを使って JAL の特典航空券を取るんだったら、えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスで、まあ、5000マイルで、まあ、行った方が、えー、お得度は強いっていう形にはなりますよねまあもちろんねこれから貯めていくっていう方は、まあ、先ほども言った通り、えー、このブリティッシュアウェイズのアビオスを利用するよりかは、えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスを、ね、発見した方がまあ 必要マイル数を、ねまあ、事前に見ていただいて、まあ、どっちがお得かを見て決めていただきたいんですけども、まあ、私が見る感じだと、えーまあ、メイン空港は、ね、人によって変わりますのでちょっと一概には言えない部分があるんですけども、まあ、どっちかというとユナイテッド航空のマイレージプラスの方が、まあ、国内移動が、ね、強いかなっていう感じなんですよね。でじゃあこのブリティッシュエアウェイズのアビオスの場合、えー、すごいお得な路線っていうのは東京香港。 がエコノミークラス110アビオで11000アビオスで片道行きます。でビジネスクラスは22000マイルで22000アビオスですね。うん、で片、えー、道が取れます。ですんでいいですよね。うん <laughs> まああのフルフラストシートで行けて、もちろんそのビジネスクラスで発見したところは、えー、空港のラウンジとかもね、あの利用できるので、まあそういう意味では、あの、とても優雅な旅ができるんじゃないかなと思います。で、まあ今回はね、6万ポイントを交換すると3万6750マイルでしたよね。ですんで、まあこの行きをビジネス、まあ帰りをエコノミー。 もしくは、医協エコノミー、改良ビジネスみたいな感じで利用すると、まあ、今回のね、えー、キャンペーンをまあ6万ポイント1回交換するだけで、まあ、今言った路線がまあ利用できてしまうっていう感じになりますよね。まあ、あのビジネスクラスにまあ利用する、まあ、ビジネスクラスを絡めるのであれば、まあ、やはりね、あの現金価格っていう意味では、すごくね、お得に利用できますんで、一、まあ、つのね、 あの、ルートとして、まあ、覚えておいていただけたらな、と思います。いかがだったでしょうか今回は、えー、マリオット・ボンボイからね、えー、まあ、マリオット・ボンボイ等のホテルポイントから、まあ、えー、ブリッジアウェイズのアビオスのね、マイレージサービスの移行キャンペーンをね、紹介させていただきましたけども、まあ、先ほども言った通りね、えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスのね、えー、ホテル、ポイント移行キャンペーンも今、同時進行してますんで、まあ、ちょっとね、 ご自身で、まあ、これに乗って利用したいという方はね、よく必要マイル数を見ていただいて、あの、どっちがお得かっていうのね、国内旅行に関してはですね、まあ、特に見ていただきたいなと思います。あの、ユナイテッド航空の、あの、マイレージプラス、やはりね、800マイル以内でしたっけまあ、移動距離が。まあ、羽田空港からだと、 北海道とかもね、片身5000マイルで行けちゃったりもしますんで、まあちょっと、あの、お得にね、発見できないとちょっともったいないんで、よくね、必要マイル数を見ていただけたらなと思います。まあ、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のツイッターですね、本当に私生活から、え普通のことまでつぶやいてますし、ANA マイルをね、貯めるという意味での、ポイントサイエントの案件とか、 もねえー、つぶ、えー、やいたりもしておりますので、もしよかったらね。フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のこの動画のチャンネルではですね。まあ、最近はね。 えー、マリオットボンボイのね、キャンペーンも結構積極的に、えー、紹介させていただいたりもしておりますし、まあもはね、ANA マイル、ANA のこと、まあ ANA マイルを実際に貯めるポイントサイトの運用とか案件とかもね、紹介させていただいたりしています。それ以外には、えー、マリオットボンボイ宿泊レビュー、飛行機の登場レビュー、クレジットカード、お得情報、で、あと私の大好きな街をね、ニューヨークの街の紹介も、まあしておりますんで、もしよかったらぜひチャンネル登録していただいて、見ていただければとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 バイバイ